軍師官兵衛と秀吉、鳥取の勝江殺し、山田と豊国と燃料、米はなぜ上がるのか。秀吉官兵衛は動いた。兵糧攻め。ただ相手の体の燃料となる米、それを断ち切るだけではなく、その燃料が切れるスピードを早めようと、周りの燃料、米を2倍で買い取る、そういう操作をしたわけだ。そうすることによってパイプラインは断たれ、窮地に陥る。そして人や経済が立ち行かなくなれば、内部崩壊、そういった緊急事態になるわけだ。そういったことにならないように、普段から備蓄、備えをしているとはいえ、高い値段にほだされて、個人からも売りが出るわけです。需要と供給を考えれば簡単なことですが、実際にそういった操作をできる者がいるということはかなりのやばい状況ですね。以上、軍師官兵衛と秀吉、鳥取勝江殺し、山名豊国の燃料米相場操作。